こんにちは。シンプルな大人の着物のコーディネートをご提案している木下紅子です。本日のコーディネートはこちらです。お召しという光沢感がある着物に手刺繍の名古屋帯を合わせました。色味は着物と帯の色味はシックな色合いですが、帯締めは少しきれいめな色を合わせました。この色は柄の印象をもとに持ってきました。丸い柄なので柔らかい印象の帯締めが合うかなと思ってこの色にしました。やはり柄によって印象というのはあると思います。その柄に合わせた小物使いをしていただくとお着物のコーディネート幅が広がるかなというふうに思います。本日のコーディネートのポイントは柄に合わせて小物使いの色を考えるです。それではまたお会いしましょう。